はい、ごめんよ。ザック。OK。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ユーロです。では、今日はね、弟三兄弟を攻略していきたいと思います。まだ未だにやったことがないイベントなんですけど、勝てるのかな？星6か。勝てるかどうかわからないですが、やっていきたいと思います。一応、アイテムの入れ替えで、取っておいて、どうなんだろうな。さあ、じゃあやっていきましょう。とりあえずご飯食べて、おすすめ食べて、さあやっていきましょう。これもまあまあクオリティ高いですよね、このモッドも。やっぱりクオリティの高いモッドでやるとなんかいいですよね。さあ、できれば、あ、ここでセクシーショット見れますよ。まあここだけですよ、注目は。うん、この絶対オリジナルにはないアングルが楽しめるということでね。まあモッド作成者がそこまでやっていればの話ですけど、今の微妙でしたもんね。さあ、勝てるのかな。あ、ドドド三兄弟って言うけど、その 3体が一緒になっているわけではないのか。順番、あー、いるな。いたわ。よし、じゃあ最初にぶちかましますか。よいしょ、いけ。うわー、あんなところまで飛ぶんだ。全然当たってないじゃん。とりあえず発射するか。発射。うわー、全然届いてないじゃん。よいしょ。とりあえずドスジャグラスを。こいつ上位なのかな。上位のやつかな。上位のやつなんだろうか。よいしょ、とりあえず成り行きでジャグラス戦になったけど、おろそかになってるぜ。 OK。 よっしゃ、ほらほら、よいしょ、こけろ。やばい、あー、今の振りはいらなかったか。危ねえ、尻尾を攻撃して、あー、ダメだ。あー、こっちが先じゃなかった。届かない。届かない。でも疲れている。こっちも疲れているが、相手も疲れている。
こいつらは飛ばないからな。飛ばないから、なんでこっち向かないんだよ。そっちにやってねえだろ。よっしゃ、尻尾をぶったげる。ほら、よっしゃ、幸先よし。まだ気づいてないのか。これはラッキーだな。あ、上位素材かやっぱり。オッケー、よし。で、トイレ置いて、うん、あいつがうろうろしてるからやっぱりこれ先に当てたいですよね。で、こっちに押して、オッケー。さあ、こんなもんか。え、ここ当たらないのか。当たってないぞ。え、当たらないのかこいつ。そうなんだ、しまったな。全然意味がなかったのか。そうかい、そうかい。こいつをぶっ刺して、とりあえず倒したことないな。あ、そうなんだ、知らなかった。こいつ爆発するのか。さあ来た、やばい。あれ、あー、落ちれなかった今。来た、さあジャグラスも来た。やばいぞ、これは岩を落としたい。うわあ、こんなやつなのか。戦ったことねえからな。やばい、あー強えなやっぱり。ドドド三兄弟ってすごいな、名前が。さあ、よいしょ。あれ？当たってない。さあ、道具はフル活用しないとな。バリスタで。やばい、やばいやばいやばい。これはもう動き回ってやるしかない。来い。オッケー。弱らせて。やばい。いきなりピンチ。食事が可能になった。よし、さあバリスタだな。またバリスタ当てよう。こっちには武器があるんだよ。来るか、
一周回るか。あそこに三つ星がある。よーし、バリスタだな。なんとかバリスタのところまで。たどり着いて。マックス。オッケー。さあ、でもこれを繰り返していれば勝てるんじゃないか、ここの場合は。落とし物。オッケー。どっちか一体になったらもうもらいましたね、これはね。それまでがな、大変だよな。とりあえず頑張るしかないけど。よし。うわ、そんな技があったのか。あー、間違えた。危ねえ。あれ、届いてない。 OK。やばい。逃げろ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 。逃げろ逃げろ。怒ってる怒ってる。OK。 よし、だいぶ弱ってるぞ。だいぶ弱ってぞ。これでやつを一人にすればでかいかもな。取ってる場合じゃないか。さあ、大砲も活用したいけどな。よし、チャンスだな。うわ、こう逃げたか。やばい。とりあえず有効利用してバリスタで。取って、こっちは壊されたから。やばい。 OK。 奴らが孫ついてる間に。あー、こっちもないのか。使いすぎたか。あー、全然だ、当たらねえや。さあ、乗って、よし、とどめさすか。よし、オッケー、来た。さあ、あと一人。
こいつだけ。うわー、すげー、勝てる気がしねー。ちょっと待って、体勢を立て直して。まあでももうあと1匹だからな。よし、もうだいぶ疲れてるだろう。とはいえ、うわー、やばいな。十分距離を取って、よしよし、バリスタバリスタ、オッケー、これはチャンス。よし、さあ残りのバリスタ、うん、やばいな。あの飛び道具がな、まだちょっといかんともしがたいものはあるな。ただここでまたチャンス来ましたね。バリスタチャンス。あ、こっちから来るか。あ、ひょっとして破壊されたか。バリスタ破壊されたかな。え、今の当たる？今の当たる？やばいな。あー、もう破壊されてんのか。もうじゃあ自力で倒すしかないっすね。しょうがないな。よいしょ、たぎる。ぶったぎる。あー、だいぶ与えたんだけど、どうかな。やばいな。怒ってる怒ってる。さあどうしたものか。まだこっちの大砲はあるんだよな。さあ、うわ、今の当たる？避けたのに。今の当たるか。あー、力尽きた。やばい。さあ、さっくりいきたいな。 OK、 きた。
はい、ごめんよ。ザック。ケイ。まだかな。やばい。あ、そうだ、キャンプで補充するの忘れたな。やばいな。まだかな。だいぶ疲れてるとは思うんだけど。さあどうするか。一応降りて、もう落石はないのかな。あるか、落石はあるか。あー、でも当たらない、全然当たらない。 OK、 OK、 来たー。よっしゃー、どんどん倒せた。ギリギリだけど、相変わらずギリギリだけど、なんとか。あ、ドドマガエルじゃないわ、ドドガマルか。むちゃくちゃ言ってるな、ドドガマル。オッケー。はい、ということでね、あの池田うちに入るかどうかは分かりませんが、まあまあなんとかクリアできましたよ。星6のミッションもまあまあなんとか行くことができたので、まあ自分の実力をちょっと上げていかないといけないですね。こんな感じでね、まあちょっとずつ上がってると思うんですけど、まだまだ多分戦い方とかが甘いと思うんで、はい、またやっていこうかなと思いますので、応援していただければ嬉しいです。では、また次のモッドでお会いしましょう。ユーロでした。バイバイ。